じゃあ引き続きいきます。次の回が多分終わると思うんで、またね、友達作ろう大作戦でいきます。まだね4枚ですからね。あ、まだ4枚って言うても言うても、まあ、とりあえず1枚は交換できるようになったんですかね。あとね、コメントがありますけど、ね、そのフィルム転売するのっていうふうに言ったけど、転売なんかしません。軽音中の私がね、そんな転売なんかするわけないじゃないですか。なので、はい、あと20枚ね、うん、あと20枚ゲットするまで帰れない。42分、あれ45分だっけな、映画軽音15時半からもう一回、13時40分から15時40分、そうですね、はい、15時40分に終わる回があるんで、それの出待ちです。はい、お客さんの出待ちです。ケビンね、消えました。はい、とりあえずなんか照れるな。来ないか、まだ来たかな、あれは軽音、軽音じゃねえ、軽音じゃねえ。もうとか、もうちょいやるのが時間が、すいませんね、ちょっとあと3分、あと3分5分ぐらい経たないと誰も出てこないと思うんで、まさかのエンドロールで立ち上がる人はいないと思うんで、ね、あと頑張ってもニコニコ放送、生放送中っていうのをアピールして、うん、あれまた JC2 人組がいた。俺なんか犯罪者になるな、多分 JC ばっか話しかけて、じゃあ JS と JS、また今 JS2 人組がいるんですけれども、あれ軽音見たのかな、メイトに入ってるけど絶対軽音見たらあいつら女子小学生、この方です。この方です、これ。さっき俺が映そうとしたのこの人ですよ。すごいっていうレベルじゃなくて。めっちゃ映したかったんだけど、劇場の中入っていっちゃったから、ちょっと映せませんでした。うん、なんだよ、やっぱり女子小学生でも、軽音見て、アニメーターに入っていくんですね、うん。すごい時代です。さあ、ぼちぼち、それらしい人たちが出てきているぞ。これは、この辺は多分間違いないんじゃないか、この人並みは。あ、間違いないな。黒いパーカーとか、チェックのシャツとかを着てる人がたくさん出てきてるんで、多分間違いないと思うんで、はい。この辺りから、またバンバン行こうかなと思います。内側は、ね、そう、安定の黒服。うん、黒服と練りシャツとパーカー。うん。まあ、とりあえず人に逃げられないようにするのがまず先手ですね。うん、笑顔でにこやかに話しかけないといけないですね。はい。ちょっと僕は手で遮ったりする、そういうなんか怪しい行為はいけないと思うんで、ちょっと爽やかに話しかけます。インタビュー風に話しかけます。ああ、お父さんと子供、ちょっと お父さんと子供に頑張って話しかけようと思ったら子供が。すみません、お仕事で、映画系をご覧になりますか、今。僕、この関係を集めてまして、スタンプラリーに出たんですけども、よかったら映画の関係、このスキーの関係いただけましたら、今集めてて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんです。これ、スタンプ24個集めると、これがいっぱいになって、ちょっとしたグッズがもらえるんで、はい、あれ、まだもしかして見に行くんですか。そんなことないですか。すいません、ありがとうございます、はい、ありがとう、はい、ありがとうね、ありがとう。ごめんなさい。親子連れ。お父さんは多分、50代ぐらいで、子供が小学校多分4年生ぐらい、
小学校4年生ぐらいの子供とお父さんに話しかけました。絶対に親子連れだったら、親子連れは、なんかリピートポイントシートの、集めたりとかしてないと思うんで。まあね、俺さっきから意外と、親子連れとかカップルとかね、なんかカップルじゃないから JS とか話しかけてますけど、よし、お宅が船できた。ちょっとじゃあ、聞きたいと思いますう。思いますう。あーでも違うな、あの人は。よし、意外とわからないですからね、イケメン風な人。いや、なんか内向的なオタクっぽい人に話しかけるのもあれだな。よし、まあでもちょうど今終わって人が出てきてるところですもんね。うん、ちょっとじゃあこの前で待機します。まとめて2枚やっぱりゲットできるってのは大きいです。よし。あ、すいません。今、映画ケオンって見ました？今見てきました？半券って集めてます？リピートポイントシートの半券って集めてます？あ、もし集めてなければ、僕集めてまして、ぜひ、いただきたいんですけども、お願いします。はい。あ、僕ですか？僕今、インターネットで生放送、ニコニコ生放送してまして、まあ、自分の今、カメラで本向けてるんですけども、今、ニコニコ放送中で、もうこれを集めないと僕帰れないっていう、そういう放送をしてまして、もしよろしければお願いしたいんですけど、3人で集める。わかりました。はい。ではありがとうございます。何がありがとうございますか？ありがとうじゃねえよ。なんで俺が感謝しなきゃいけないんだよ。もらいたいの。じゃけんなよ。俺のありがとうを返して。男でくれる人少ねえかな。よし、じゃあ結構難攻不落っぽい怖そうな人。あ、すいません、今映画系を見てきました。見てないですか？すいません、今映画系を見てきました。見てません。よし、もう数じゃ当たる戦法いこう。数じゃ当たる戦法。すいません、今映画ってやって見てきました？はい。あ、半券集めてます？あ、集めてます。集めてます、わかりました。頑張ってください。よし。片っ端から話しかけるちょっと戦法に。よし、あの人もだ。ちょっと目の前でやってるとまたいろいろ言われそうなんで、ちょっと離れます。すいません、今映画を見てきました。見てない。見たくせに。だか恥ずかしがり屋が。女の子、一人で挙動不審に歩いてる女の子は違うのかな。やっぱね、年齢層が高い男のオタクほど結構厳しいですね。うん。やっぱ若い子だな、若い子。うん。特に小学生だね。狙い目は小学生。うん。まあいいや、ちょっとね、そこはあえて、大きな、お兄さん、大きな男の子になんとかもらえるように頑張ります。はい。目指せ40代以上のお兄さんということで、はい。一人の人に向かって話しかけると、シャイな人はね、通社したい行為は、多分、あ、来た、二人組、よし。すいません、今映画券を見てきました。半券集めてらっしゃいます？リピートポイントシート。もし集めてなければ、いただきたいんですけれども、一応集めてます。わかりました。嘘つけ、この野郎。人が集めてることが聞いたら突然集めてるから嫌だ。絶対嘘つき野郎ですよ、本当に。地獄に落ちたこれ、本当に。あ、またできました。はい。ちょっと、おどおどしているお兄さんを、ちょっと上から目線で、うん。ちょっとね、脅しながらもらおうかなと、思います。はい。すんごいなんか、すっごい怪しい目で見るんだよな。すみません。今、映画系を見てきました。見てきましたよね。見てきましたよね。半券もしよかったらいただければ、集めて。
く、みんな嘘ついてね、もう絶対に見てない、見てないですよ、見てないって。映画消えんは何のことだか分かってるくせに。今6枚だ。そうだ。思い出しました。もうすでに今6枚に到達してますね。これで、あの、フィルム、とりあえず2枚は確保しました。はい。いやいや、警備員さん本気出したらどうか今言ってますけど、裏側、裏と思ってどっちが多いんだろう。今52分なんで、まだ今、終了7分ですね。これからちょろ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 出てくるかなと思います。じゃ、カップルに話しかけよう。うん。カップルだったら、多分、あの、男も見え張ってくれるような気がする。あ、4人組か。4人組は、無理めだな。よし。じゃあ、ちょっと、若い男の子に、話しかけようと思ったら、ターンして向こう行けなかった。あの、結構、ノートパソコン持ってこれ張り込んでると、結構、逃げる人がいまして、うん。待ってね。皆さん待ってくださいね。あの、ゲームの紙袋持ってる人が一番手堅いんで、あの、ロフトの紙袋とか、無印良品の紙袋が持ってる人がゾロゾロ出てくるんですけど、だんだん判別がつきづらくなっていってるんですけど、間違いないな。すいません。今、映画系を見てたりして、すいません。あ、違います。違います。ゲーム得っぽかったのな。違いますっていう、あの、なんか挙動不審に手を振るあたり、どうもこんにちは。あの、今映画系を見てきましたよね。はい。あの、リピートポイントの、あの、半券で集めてます。あの、あとなんか2回来るとか3回来るとかって予定あります？あります。あります。そっか、わかりました。はい。あの、すいません、これ集めてます？本当に集めてるやつ多いのか、本当に多いのか、集めてるやつ。じゃあちょっと、あの、世間話から入った方がいいのかな。うん。あの、リピートポイントシートの話は、あの、3分間ぐらいせずに、次の話はちょっと、うん。そうか。え、だって売れるもん、ね、いやいやいや。そういうことよく、そういうのよくありません。そういうのよくありません。まあ、とりあえず、遠巻きに、はい。え、あの、映画館は、機械での建物は映らないように、遠巻きに、オタク狩りをしていきます。まあ、オタク狩りって言ったら、俺も狩られる立場ですけども。意外とね、映画終わったらこう、ぐわーっと人が出てくるかと思いきや、そんなことないんですよね。うん。なんか、俺の予想とは意外と違い。ぐわーっとは出てこない。反対側もな、出口あるってのはこれ、肝ですよ。両方にこれ、分断されてるもんな。ちょっと待ってください、皆さん。僕今ここにいて、どっちに出てくる人が多いか、ちょっと今注視してます。半々ぐらいなのかな。本当なんかね、オタクの子たちって、すごい、シャイな子たちが多いな。こんにちは、すいません。あの、リピートポイントシートの半券って集めてますか？あ、集めてますか？集めてるっていうふうに、とりあえず集めてるって、あ、集めてるって答えときゃいいやぐらいの感じ。あ、明らかに集めてる人が、こうなんか、ねえ、映画見るときに、あの、半券と一緒に配らなければいいんですけど、まあ、なんか、ちょっと徐々になんかあの、集まりが、いまいち集まりが、またなんか警備員 B が現れた。警備員 B が現れた。また、今度は別の警備員が現れた。警備員がどんどん増えてくるんだけど。さっきと違う人が現れた。うん。そしてまた俺の目の前にこう、佇んでいるという。反対側に行こうかな。あの、もう次のお兄さんに話しかけてダメそうだったら裏側に行こうかなと。いや、裏に行きます。はい。あ、いや、あの人に話しかけてみてダメだったら裏行きます。やっぱ一人の男が一番きついっすね。うん。じゃあちょっと、逃げようと戸惑って行って、なんか、俺の方を見ながら、
U ターンしようとしているところを、あ、ちょっとじっと待ってます。はい。B は仲間になりたくもしてません。うん。明らかに、こっちにガン飛ばして、ガン飛ばしてるんですけど、出てこないなぁ。ちょっと、裏手と割れちゃってるのかもしれないです。結構後ろに流れてますんで、裏行きます。はい。裏側行きます。さっき、向こうの方がいいのかなと。思って向こう行ったら、こっちの方がいいのかなと思って、こっち来たら。あんまり意外と向こうの方が急いだっていう。え？でもね、まあ、ということで、新宿ピカデリー、今度は反対側に回ります。え、みんなどう思います？みんなどう思いますね？実際に俺が聞いた人って集めてると思う？特にもう、男のオタクがもう、なんか若い子じゃない限り、ほぼね、こう、テンションが違うんですよ、本当に。初めてる人、すく。少ないだろう、別に。そんなね、みんな3回見に来るとか思ってないくせに、全く。それぐらいの軽音愛があるのはね、僕に示してください、本当に。え、集めるだろう、本当に。集めたって3回来なきゃ意味ないじゃないですか。ね。まあ、ちょっと、また引き続きね、主に幼女と、子連れのお父さん。なんか、そこら辺に話しかけようかなと。あ、そうか、さっき男の二人組からもらったね。今のところバランス取れていますね。男の二人組、幼女、お父さんと、小学校4年生の子供。うん。だから、小学生多いんですよね、ほんとね。え？奥で売れるし渡さないんだから。それはね、そんなに知れ渡ってんのかな、オークションで売るとどうこうっていう話は。まあね、じゃあ私が買いただいてもいいんですけれども、あれは、そうかな、わからねえ。なんかね、映画館から出てきたんだけど、あれくらいなんか、リアージュっぽいおしゃれな感じだと、絶対なんか違いそうな気がして。はい、それでは建物の反対側に来ました。先ほど約束をしたんで、一応建物は映さないようにします。建物は映さず配信します。はい。あれはね、1枚売るのめんどくさそう。1枚ぐらいね、売るのめんどくさそうですからね。59分。45分の回が終わって、まだ人出てくるだろう。まだ人出てくるだろう。わかった。じゃあちょっと、俺が、慶応のチケット集めてると。わかりやすいように、ちょっとしましょうか。僕、それじゃあ、遠目から見たら、チケット欲しいって、半券欲しいってわかんないもんね。だからちょっと、半券欲しがっているのを、わかりやすく、ちょっと、表現します。これだったらわかるでしょ？俺がアジニャン大好きなのがね。アジニャン大好きなのがね、伝わって、こんだけアジニャン好きだったら、これは、こいつにあげた方がいいだろうと。うん。多分そういう風にね、思ってくれると思います。はい。最初からこれだと怪しい人なんで、ただ。うん。もう、この姿を見たら、はい。さすがにね、行動で大きな声を出すわけにいかないんで。これであれですね、先輩、半券くださいっていう風に、なんか書いて持っていれば誰かがこう触れるんじゃないかなと。うん。親子は逃げる。そう、親子はね、ほら、圧倒的注目度。圧倒的になんか、道行く人たちがね、僕の方を見るようになりました。うん。これで勝つる。みんな、これ俺宣伝になりますからね。俺、もしかしたら俺、ピカデリーにね、訴えられるところが、俺はこれ、軽音の映画やってるってのをアピールしてるもんですからね、これ。サンドウィッチマンと同じ。なので、すんごい遠くから、めっちゃ遠くからこうなんか、振り向いて、俺の方二度見三度見するんですけれども、いろんな人たちがカップルと、主にカップルとかが。
ケオンの袋を持ってる人が来ねえかな、来ねえかな。俺ね、さっきから話しかけるターゲットがちょっと少ないのが残念なんですけれども、人が来ればどんどん話しかけたいんですけど、映画を見たっぽい人がね、出てこないんですよ、あんまり。ちょっと動きましょうか。ね。ちょっとここにいたら、やっぱり反対側に行ってるかもしれないんで、ちょっとこれで歩き回ります。はい。ちょっとね、通行人の反応をね、主に、皆さん見ていただければ、はい。さっきね、カメラもう一個ね、抜いちゃったんで、映してないアピールをするために、カメラもう一個抜いちゃったんで、ね、うん。ヘルペーロ。ペロ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 ここまで来ると逆に見られないですね。立ち止まっていると振り返って二度見されるんですけど、このね、意外とこのスルースキルの高さ、意外とスルースキル高いんだよね。この状態で歩いているのも、うん、こうね、こうやってこうなんかね、パソコン見ながらこう歩いていると、後ろでこう二度見する人たちが見えるかもしれませんけどね。はい。まあ、ということで、先ほどの警備員さんと係員さん、ここでもう一回行きます。はい。警備員さんと係員さんがいるところに、もう一回裏側にちょっと回ってアピールします。アピール。もしかしたらね、アニメートの前とかで、女子中学生が見ていたんで、そこ手を振ってみました。はい。お兄さん手を振ってみたら、女子中学生受けてくれました。ああいうね、ちょっと箸がこう転んでも笑うようなね、そういう女子中学生、女子高生が一番の狙い目なんですけどね。女子高生とか女子中学生が一番の狙い目なんだけど。いねえかな。女子中学生いないから、女子中学生いないから。結構いるんですけどね。アニメイト前に結構ですね。こんな感じでアニメイト前に結構いるんですけれども。うん。なんか普通に怖いって言われました。怖いって言われました。さっきの儲かる方のカメラもう一回ぶっさそうかな。うん、遠くから高らかに笑うのはね、大概の女子高生とかが遠くからでも笑い声が聞こえるっていう。ちょっとさっきのところもう一回戻ってきました。このカメラがちょっと使えるかどうか、やめとか。さっきの警備員さんと、係員さんに喧嘩ともしゃあないんで。はい、営業部じゃないよ。だから言ってんじゃん。営業。むしろ広告宣伝塔ですよ。生きる宣伝塔。うん。わかった。そんなに気に入らないか。わかりました。なんだよ。ほら、ユイ、チケット落とせよ、ユイ。ほら、あずさ、何笑ってんだよ。笑うな。この元気な感じのリッちゃんの方が、もしかしたら
くれるかもしれないですね。うん。一応、5人分、今日5人分持ってきてるんで、誰に、これは練習してる。はい、ちょっとね、今、また、改めて、ピカデリー前で、獲物を狙う目をしてますけれども。いや、どうもこんにちは。どうも、慶音です。慶音のりっちゃんです。りっちゃんです、よろしくね。りっちゃんです、よろしく。りっちゃんだよ、りっちゃんだよ。あ、そうそう、あと3段階の、あと3段階の返信がありますけれども、まあ人がね、ちょっと出てこないんで、人が出てこないんで、ちょっと、半分諦めモードで今、こうやって喋ってるんですけどね。次何時？そう、もってちょっとね、人が出てこないんですよ。だって人が出てこないもん。次何時の回が終わりありますか？もう、17時半。ということでね、諦めて、帰って、はい、この企画が、いかに企画倒れだったかと、ちょっと反省会をしながら、とりあえずリピートポイントシートを2枚分の、あ、ちょっと、いただきます。すいません。映画の半径を。映画持ってないです。映画見てきた。今見てきた。今見てきたんじゃないの？立ち上げ買ってきてる。あ、そうなんだ。わかった。じゃあね。すごいなぁ。グッズだけ買いに来るとか気違いだなぁ。やだ、これだからオタクは怖いな。なんか映画慶応の袋を持っていたんで、まぁ、あ、ちょっと時間的にね、映画が終わる時間じゃないんだけど、うん。話しかけたら違いました。はい。俺なら10枚あげましょう。この努力を、わかった。違う。係員に俺ちょっと交渉して、係員もなんかこの何百万し、あ、あれだよ、わかったろ、係員に。うん。じゃあ、毒よ。ちょっとここは毒から、まあ、その代わりチケット半券。あと、18枚。渡してくれたらここどいてやるよって。そういう感じで係員。なんか、りっちゃんはそんな黒くない。りっちゃんはそんな黒くない。あと18枚、半券くれやがれ。そしたら帰ってやる。うん。皆さんは誰がお好みですか？いろいろね、誰ファンかわからないんで、ちょっと5枚分こう被っといて、誰ファンか聞いて、その面にすればいいのかな、これ。プス。プス。トムさんって誰ですか？私はサザエです。パックなんかしてないよ。私はサザエだよ。フェンス。私はサザエだよ。サザエだよ。フェンス。まあ、そんな感じで。すいません、次はじゃあゆい先輩ってのね、話しかけてくれました。この作戦がやっぱいいんだよ。ゆい先輩とも話しかけてくれた、高校生がいたんですけど、取り逃がしました、すいません。まさか話しかけてくれると思わなかったんで。場所考える、いや、お前、場所考えろって。アニメイトの前。映画、慶応のキャンペーンやってるアニメイトの前にいるんですけど、今。あ、ごめんね。だからか。ほら、全然ね、僕が慶応の宣伝をアニメートにしに来てる、アルバイトのお兄さんと、みんな思うでしょ。この前にいたら。ね、ここは、全くもっと遜色ない。ここにいたら。はい。まあいいや。まあすいません。そんなことはいいから、ちょっと、はい。先ほどね、配信閉めようとしてましたけれども、閉めます。
配信閉めます。はい、あっ汗かいた。あれあれ、ゆいちゃんが消えた。あっ、ゆいちゃんが、あごめんなさい、ありがとうございます。ゆいちゃんありがとうございます。あぶねー、あ、いや、ゆいちゃんが羽ばたくとこだった。拾って、鼻が赤い、鼻が赤いです、すいません。はい、ということで、次の映画の回が終わるのはだいぶ先なんで、まあ、とりあえずリピートポイントシート、はい、6枚分、フィルムが2枚、フィルム2枚ゲットできましたんで、2枚分ね、ちょっと、もしかしたら、まあ、そんな感じで、フィルムは、また引き返しましたら配信でご紹介します。フィルムを、交換、2月5日、あ、12月5日、明日以降に交換できるんで、またそれでね、配信でご紹介します。そう、6枚でもそう、よかったよかった。帰って反省会しろ。いや、僕は今これから、もう一回見るんですよ。ちゃんと僕自身、ちゃんと見ますからね、もう一回。これで3回目ですけれども、3回目ちゃんと見ますよ。あとはね、今日の夜、また見るの当たり前だよ、何言ってんすか、僕はたくさん見ますよ。人からこじるだけじゃなくて、俺自身ちゃんと見るんだからさ。お面つけて取りに行って。